ということですね、今回もやってきました、この時間がですね、僕ね、さっきやったレシピがですね、あまりにもうますぎてちょっと飲みすぎちゃったんですけども、ここでですね、至高シリーズね、今回はですね、今回は僕の大好きなですね、豚汁ですね。はい、豚汁、まあ、これ豚汁って丁寧に作るとうまいんですね、ほんとね。で、今回ですね、あ、ほんともうお前の豚汁を毎朝食べたいと言わせるぐらいですね、本当にうまい豚汁っていうのをやっていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。はい、じゃあですね、材料紹介いきます。ハイボールです。あとおまけの食材を入れていきます。豚バラです、 280g です。こんにゃく 250g、 大根 200g、 人参 100g、 生姜 10g、 にんにく2かけ、長ネギ1本、ごぼうね、ごぼうね、重要なんで用意してください。これごぼうを 150g、 全部グラムでやりましたんで、だいたいこんな感じ。はい、じゃあ今日もね、みんな元気にクッキング。まずね、野菜から切りましょうね。こいつらを切っていきたいと思います。人参なんですけども、皮付きのままでいいですから、豚汁ぐらい煮込めばね、美味しいので、人参はね、半月切りで薄切りにしていきます。はい、こんな感じですね。はい、こんな感じですね。大根です。はい、大根ね、真ん中切っていただいて、で、真ん中切っていただいて、4等分にしたものですね。で、これを切っていきます。だいたいね、人参よりね、ちょっと厚めでも大丈夫です。あの、人参よりね、火が通りやすいんでね。はい、こんな感じですね。はい、落ちました。落ちた野菜は洗ってリバース。こっちもね、タン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 タカタン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 やっていきたいと思いますね。はい、こんな感じです。ニンニクですね。ニンニクはね、おけずを切り落として皮を剥いておくだけで結構です。これ、後でこのまま使えますから。ネギです。ここはね、ちょっと硬いんでね、切り落として、全部で斜め切りにします。意外とね、このネギね、重要です。これ最後に加えるんですけども、グッとね、入れるとネギの香りがね、香るんですよ。これね、割とね、重要なのでね。で、青いところね、捨てる方いらっしゃると思うんですけども、青いところ、非常にね、栄養も豊富ですので、召し上がってください。ここまで全部食べられますから。こんな感じでね、野菜は切り終わりましたね。そしたらですね、こんにゃくですね。こんにゃくなんですけども、ぶるんとね、はい、まあ、スプーンかなんかでですね、こうやってですね、ちぎってあげてください。こんな感じでね、スプーンでちぎると、包丁で切るようでね、断面がね、ギザギザになるんですよね、ちぎりながら取ると。なので味がね、染みやすくなるっていうね、利点があるんですね。手でちぎった方が、この、断面のね、ひだひだは多くなるので、味は、よく吸い上げるようになるんですけども、これね、こんにゃくをね、手でちぎるとね、このね、黒いつぶつぶがね、爪の中にね、残っちゃうんですよ。なので僕はそれが嫌なので、スプーンを使います。こんな感じですね。で、こんにゃくなんですけど、このままだと結構ね、臭みがあるんですね。なので、ぬるま湯で洗うだけで大丈夫です。本当は下茹でするのが一番いいって言われてるんですけども、今のこんにゃくってそんな臭いこんにゃく売ってないので、それはね、昔のやり方です。今はこうやってぬるま湯で手で洗うだけで十分です。もう全然それだけで臭みないです。洗いごぼうですね。本当はね、泥のごぼうの方がうまいって言われてるんですけどね、泥がついてて空気に触れる面が少ないので、泥ついてた方が本当は新鮮なんですけども、洗いの方が下処理が楽なんで、まあまあ、これ皆さん知ってると思うんですけど、はい、ね、これぐらい取ってください。で、くしゃくしゃに丸めてください。水を流しながらこうやってね、丸めたアルミホイルでこすればすぐね、ボーラー落ちるの でこれでやるとすぐね、綺麗になるのでね、これぐらいでいいです。洗い終わりました。まあ、僕は気象面で、気象面ではないんですけども、草が気にするのも面倒なので、こんな感じで、ね、薄切りにしていきます。はい、で、先端はね、少し汚れがあるので切り落としてね、ごぼうってね、皆さんね、使いたがらないんですけど、美味しいですから、これね、豚汁はね、ごぼう必須です。栄養価も高いのでね、ごぼう6ミリぐらいかな、薄切りにした方がいいかなっていうふうに思います。こんな感じです。材料切れたね、一風呂だ。あー、こんな感じで下処理ができました。僕の下処理もね、ずいぶん済んでますよ、これは。あ、ここからはですね、炒めのフェーズに行ってみたいと思います。僕フライパンでやりますけど、もっと大きい鍋がある方は大きい鍋でやってください。まず火つけます。で、ここにごま油です。大さじ1ね、僕は特別な訓練を受けてるので、大さじ1測らなくても大体大さじ1になってしまうんだよね。
しかもですね、大さじ1以上入った場合もですね、こんなに味が変わらないんですよ。そういう特殊能力を持ってますので、皆さんご安心ください。で、皆さんは測っていただいて、まあでもね、ですね、多くてもうまいよ。適当でいい。そんなね、料理慣れてる人でね、こんなに大さじ1とかで測ってる人って見たことないもん。元も子もないわ。ということで、ごま油にします。ごま油ですると、ごま油のいい香りがするんで、ここで一杯。ここでですね、最初に炒めていくのこのごぼうなんですね。ごぼうを炒めて、あの香りをね、引き出していく。香りを、香り出していきます。皆さんね、あのこれ豚バラは次炒めるんで、これ塩コショウしといてくださいね、これね。僕今します。ちょっと忘れてたんで、ね、まあ適当でいいです。あ、豚汁は適当にやってもうまい。はい、格言ですけどもね、こんな感じですね。あのちょっとね焦げ目がね口についてきましたね。豚汁ってね、よくあるのがね、ただの豚の味噌汁になりがちなんですけども、こうやって野菜を炒めて香ばしさをつけることによって豚の味噌汁ではなく豚汁になるんですね。焦げ目がついてきて、香りが出てきました。で、この香りでもう一杯飲む。そしてすかさずお肉。お肉なんですけども、ちょっとね、大きかった。ちょっとね、ちぎりながら入れていきましょう、ね、はっ、悪魔超人になったね、気持ちでね。俺はウォーズマン。強すぎるね、ちょっと中火ぐらいに落としましょうか。うまそうだ、非常に。これもですね、お肉を炒めて、お肉に少し焦げ目をつけて、この香ばしさを出していく。まあね、こんな感じでね、少しね、お肉でも、焦げ目がついてきますので、そうしたらですね、大根ですね、根菜類ですね。今ね、大根しましたけど、あとでスタッフが美味しくいただいても大丈夫です。人参と、大根ですね。こいつを入れていきます。はい。こんにゃくも入れていきます。ね、これで、軽く炒めていきます。そんなに炒めなくても大丈夫です。軽く炒めて、豚汁っていうのはね、やっぱね、豚の味噌汁ではない豚汁なので、これぐらい具沢山の方が僕は美味しいと思います。なんなら豚汁とご飯だけでいいっていうぐらいまで一品で通用するような豚汁を作っていきます、ね、至高シリーズですからね。至高の名に恥じぬような豚汁を作っていきます。今日の僕は本気ですから。はい、お野菜も少し炒めることになって、バラのね、油がお野菜に回るんですよね。そしてね、お野菜にコクが生まれる。そしてですね、僕もいい感じになってきました。さらにですね、僕にも味を出していきます。味出しのウイスキーですね。レモン入りの炭酸で少し香りをつけていきます。そして僕もいい感じに調理していきます。あー、これはすごい料理になる気がしてきましたよ。ちょっとね、お野菜がね、しぼんでですね、いい感じに鍋に馴染んできますね。そしたらね、少しね、こう煽ってあげる。そうするとですね、お野菜全体に照りが出てきますので、こうなったらですね、水を入れていきます。1リットル入れます、ね、で、ここにですね、お出汁とかもね、入れていくんですね。白出汁です、大さじ4です。お味噌ですね、僕はね、無添加稲田味噌っていうのを使ってます。だし入りの味噌だとね、ちょっと味が濃くなってしまうのでね、僕はだしなしの味噌をいつも使ってますね。皆さん覚えておいてくださいね。はい、大さじ4、はい、結構入れます。豚汁の場合は味噌と一緒に豚を煮込みたい派なんです。なぜかというと、豚とかこの大根に味噌の味をつけたいからなんですね。具材も主役なので、味噌汁とかだと、最後に入れるんですけども、僕は一緒に味噌と煮込みます。至高シリーズはね、手間かけていいっていうね、解き放たれた状態なので、少しね、うんちくも語ってきます。あのみりんですね、今使ったみりん風調味料なので、ね、みりん風調味料を入れていきます。はい、みりん風調味料の良さは安いことです。はい、安さ中です。あとお酒です。はい、はい、小さじ2ですね。これね、ちょっとね、これでかんまします。あ、ごめんなさい、方言ですよ。かんますっていうのは混ぜるってことですね。今回ね、この具材でやってるんですけども、お豆腐とか入れてもいいですよ。お豆腐とか入れるときは木綿の方がいいですね。美味しいと思います。あとはですね、なんだろう、他に何入れたりするかな。
なんか適当な野菜入れても美味しいです。今回は僕が一番美味しいかなと思うこの具材でやってます。この状態でですね、一回沸かします。量が多いんでね、一回沸かしてください。あー疲れた。なんかね、僕ね、思考シリーズだとめっちゃ飲むらしくて、なんすかね、これね、ちょっと高温するんでしょうね、思考シリーズはね。いつもレンジでチンで終わっちゃうんでね、思考シリーズは時間かかるんで、そのかけた時間分だけ飲んでしまうっていうですね、僕の特徴がありますんで、多分それだと思います。味噌を、ね、溶かしながらね、煮ていきます。で、ちょっとね、沸くまでね、強火でやってくださいね。もう味噌のいい香りがするんだわ、これ本当にもうこの味噌の、あの香りだけで飲める。いやー、飛ばしていくぜ、ね、あ、そうね、なんかね、コメントであったんですよ。ハイボールとか飲むときに、みんなに乾杯ってやってくださいっていう風にコメント来てたんです。なんかそれすごくいいなと思ってるんで、僕も3杯目なんですけども、ここで皆さんと一緒に乾杯したいと思います。じゃあ皆さん乾杯。だから3杯目取れない。そうまだね、沸いてないですね。これからちょっと沸いていきますよ。沸きました。そしたらですね、火をね、弱中火ね、強めの弱火ですね、にして、この状態、まあほんとプツプツいってるような状態で、このままでね20分煮込んでいきます。で、これアク出てるんですけど、ごめんなさい、これはね多分相当、荒れると思うんですけど、僕アク取んないです。なぜかというと、アクも旨味の一種なので。で、アクを取った方がいい料理と、アクを取んなくていい料理があるんですけども、今回はお味噌とだしで結構味をつけてるんで、アクが残っててもアクが残ってなくても分かんないです、正直。で、僕は必要じゃないことを絶対しないタイプなので、アクは取らないです今回は。逆になんかおすましとか、肉で澄んだスープを取るとかだったらアク取るんですけども、今回は取らないです。これも旨味の一種なので、このまま煮込むとアク消えますから、このアクの旨味も入れ込んでいきます。ないじゃん。はい、皆さん20分経過しました。蓋をせずに煮込みます。で、ここから、仕上げに行きます。まあちょっとね、火弱めます。まずですね、ニンニクですね。これをですね、これね、場が安定しないと怖いので、慣れてない方は気をつけてください。これね、これでチューブでもまあいいんですけど、できれば生を使っていただいた方が2倍うまくなりますね。はい、1倍でもいいっていう方はですね、生じゃなくてチューブでも全然平気です。こっちでやるか。ね、あと生姜ですね。生姜も 10g、 これもたっぷりです。はい、僕はね、酒飲みはスパイシーなもんが好きなので、生姜とニンニクは、ね、たっぷり入れます。最後に入れることによって、生姜の香りとニンニクの香りを最大限残します。煮込んでしまうとですね、結構消えちゃいしまうので、いい感じにね、吸えましたね。これもね、ニンニクと同じ同量ぐらいです。入れます。で、これでですね、溶かし込んでいく。この状態でも火は入れてください。生のまんまで入れて、そのまま食べると結構ね、すべてそのニンニクと生姜の香りを持ってかれてしまうので、ここでもう火を入れます。はい、で、ここでちょっと沸かします。ちょっと沸かしていく間にですね、僕も沸かしていきますね。ニンニクと生姜を溶かし込んで、数分煮込んだものですね。あとですね、ここに先ほど切った長ネギ。これ最後です。最後に加えるんです。これでですね、このね、香りがもう全然違くなります。長ネギとニンニク生姜入れてから、まあ大体3分ぐらい煮込みましたからね。軽く、このネギが煮えたら、こちらでですね、至高の豚汁の完成でございます。はい、それではですね、できましたので、早速食べていきたいと思います。まあ今回ね、豚汁なので和の感じなのでね、ちょっといいですか。今日は白鶴特別純米山田錦の原酒がありますので、これをですね、いやいや、すいませんね、皆さんももしね、この豚汁作ったらね、同じくね、本酒でね、やってくださいね。これね、これさ、これ可愛くないですか。これめっちゃ可愛くないですか。これ巨神兵の、とっくり、まあね、頭取れるんですよ。ここに、これ注いでいただきます。
いいですね。僕ね、純米酒好きなんですよね。純米酒、あのお酒の代わりを持ってるんでね。いや、これはね、本当にね、すごいですね。これはいい気分になりますね。君たちはラピュタ王の前にいるのだよ。はい、まあ今のカットしてみるね。あ、これと合わせる豚汁は絶対に美味しい。約束されて出ますよ、これは。もうね、具沢山です、これ。ちょっといただきたいと思います。いただきます。豚のところ、あー、うめー、ほんとうまいな。自分自身の豚汁ってものすごい好きなんですけども、でもこれ、格別にうまいっす。ほんとに僕ね、キャンプの時はもういつもこれでいいかな、ね、豚汁でいいかなと。それもね、夏場じゃなくてちょっと秋口ぐらいにこの豚汁やりたい感じですね。これやばいぐらいうまい。うん、これ煮込みはね、計もう30分もしてないんですよ。30分も煮込んでないんですけど、全ての具材にものすごい味が入ってます。これはね、味噌をね、最初に入れたからなんですね。味噌を入れ込んで、煮込んだからこんなに旨味が出てるんですね。はぁ、これはね、いやー、もう豚汁と日本酒がもう一緒でバルスします。本当に美味しい。栄養価も高いですからね。お野菜いっぱい入ってますんで、これあのパンチの効いた味付けをしてますので、ご飯と一緒に食べても本当に美味しいですよ。うめえ。あとごぼうですね。このね、最初に炒めたごぼう、うん、香りが出ててですね、あの食感がすごくいいですね。うん、あ、これだ、やっぱり豚汁はね、このごぼうの香りがないとね、僕の料理にしてはね、かなりね、材料が多い方だと思うんですけども、この豚汁はかなり完成されてます。うん、豚汁フリークの僕が言うんだから、もう間違いない。これほんとうまい。これ、これでずっと飲み動画撮ってたい。これで豚汁専門店したいぐらいですね。本当に美味しいです。ちょっと興奮すぎて、あのこれ以上語るとずっと語ってしまうんで。ただ、まあ、今回はね、あの、豚汁のポイント、最初にごま油でごぼうとお肉と野菜を炒めて香ばしさをつけると、あとたせず煮込むところ、あと最後にニンニクと生姜とネギ、薬味料を入れて、香りを生かした味付けにすると。で、合わせるのは日本酒でも、まあ他の酒でもいいんですけども、日本酒結構合います。あとご飯も合いますね。もうとにかくね、僕は人生でこれ以上美味しい豚汁食べたことないです。本当に美味しいので、ぜひ皆さんとこの美味しさを共有したいので、ね、ちょっとお昼はちょっと、ぜひ皆さん試してみてください。はい、ではですね、今日の料理美味しそうだなとかですね、食べてみたいなと思った方はぜひぜひチャンネル登録および高評価をよろしくお願いします。